美しく、そして繊細なガラス細工。このガラス細工を自分で生み出す貴重な体験ができる施設があります。それが市の南東部に位置する三田市ガラス工芸館です。ガラス工芸館は自然いっぱいの中、クリーンセンターの付帯施設として作られ、関西では最大の規模を有しています。ここにはアジアやヨーロッパなど世界各国の技師によって作られた様々なガラス灰が約120点展示されています。またガラス工芸館ではいろいろなガラス作りを自分たちで体験することができます。今回私たちも実際に吹きガラス、バーナーワーク、サンドブラストを作る3つの体験をさせていただきました。吹きガラス体験では実際に竿を使い、溶けたガラスに息を吹き込み、花瓶やコップなどを作ることができます。製品とは違って自分で作っていくので、手のぬくもりが感じられるもの、自分の手で作るんですから、自分の手にどちらかというと馴染みやすいものが作れるっていうのがまず一つですかね。自分で作るっていうその楽しみが得られると思いますね。バーナーワーク体験ではガスバーナーでガラスを溶かしてオリジナルのトンボ玉を作ります。やっぱり身につけられるっていうのも一つですし、すごいミクロなんですよね。だから、まあ、ミクロの宇宙みたいな、そういう楽しさはありますよね。サンドブラスト体験ではシールを貼った上から混合砂と呼ばれる砂を吹きつけ、すりガラス状にしていき、キャンドルホルダーを作ります。なんとこれはゴミとして三田クリーンセンターに捨てられた廃瓶から作られているのです。廃瓶とかもリサイクルにもつながりますし、でこう幅広い表現ができるので楽しいですね。どうですか、実際作ってみて。難しいです。聞いた時は簡単でしたけど、できるかなと思ったんですけど難しいです。やってないと。うまくいきましたか？大満足。また期待です。さらにガラス工芸館は廃瓶利用だけでなく、クリーンセンターと連携して様々なエコにも取り組んでいます。ガラス工芸館にある温水プールはクリーンセンターのゴミを燃やす際の余熱を利用しています。毎週土曜日と日曜日に利用者に向けて開放されています。また講座の卒業生である市民によって作られた団体、三田ガラスクリエイターズは、ガラス工芸館を拠点とした作品作りを行いながら、三田市と連携してガラス工芸館活性化のためのさまざまな取り組みをしています。色やね、このガラスの色が魅力ですよ。ですからね、そのまま工芸館を維持してね、盛り上げていかないかというのがもう我々の一点です。それガラス工芸館では三田ガラスクリエイターズの方たちによる作品の販売を行っています。また販売されているトンボ玉からオリジナルのストラップやネックレスなどを作ることができます。三田市民とガラス工芸館は文化活動、さらに日常出すゴミのさまざまな形での再利用という形でつながっています。あなたもここガラス工芸館で世界に一つしかないガラス細工を作ってみませんか？